はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回は大氷試練5、秋内光秀でプレイ続けていきたいと思います。で、以前ですね、動画の中で札、主人公札もゼロになっちゃったかなっていう話をちょろっとしたことがあったかなと思うんですけども、システムデータ自体は残っていたようで、札の収集率は残ってますね。なので主人公もある程度残ってますという状態ですね。まあ、今回明智光秀でプレイしてますけども、誰それでやってみてくれみたいなご要望があればですね、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければなと思います。では早速続きを始めていきましょう。今ですね、まあ、今川と戦闘中で、結果的に北条だったり武田だったりといったところとも戦いをしているところなんですけども、リハーサルしている中ではですね、この後岩村城が武田に、そして岡崎、ここが今川に奪還されてしまうという、パターンになってしまうので、ちょっとここは一度ですね、稲葉山に入って自宅待機をしたいなと思います。まあ、ちょうど今ね、緊急事態宣言も出てますからね。僕はあの千葉と稲葉山にいきなり来るパターンか、このパターンもあるんだな。で、吉本が岩村城、これね、リハーサルの時は武田でした。さて、困りましたね。一度城に行って、道さんに戦略を聞こう。今川の攻略な、なかなか厳しいよな。とりあえず道さんを手合わせをお願い出ましたけど、今それどころじゃないからね。まあ、じゃあ再び自宅で療養しましょう。僕は船橋に住んでるので、ちょうど緊急事態宣言の対象都市に入っている千葉県なんで、なのでもう至って自宅にこもってるんですけど、こもってばっかりいるとこんな感じで、どうさんどうするんだっていう状態ですね。敵の数は、どれほどの人数が攻めてくるのか。4000であれば大したことないかな。弾き返せるでしょう。むしろ岩村城のが危ないかもしれないですね。岩村城が吉本に攻め落とされたと。さらに今川の援軍が来るということだな。これは五詰め決戦になるかもしれませんね。大丈夫だ、これなら戦える。よし、稲葉山城なんとか守り抜きましたね。であれば岩村城の奪還戦だな。次は奪われた城をそのままにしておくわけにはいかない。まあそういうことですね。じゃあ連兵城に行って施し、話す。軍馬不足か。とはいえ表情まで28日だとできることはあまりない。武家宅回っておきましょうか。じゃあ吉達のところに行って茶席、3以上ね、茶釜、火縄、刀剣、福岡一文字でも渡しておこう。で遠山、あとは利通、酒井、光春、伝吾、まあ、伝吾あたりのところ行っておきますか。あとは斎藤、利光、秀光、このあたりも回っておきましょう。ちょうど秀光がね、大河ドラマで出てきましたよね。
何？いや、ちょっと読めない。変額は間違いないでしょ。変額。記号なのか、記号なのか。いやー、これちょっとごめんなさい。勉強不足で読めない。変額。記号。おお、当たった。よし。秀光プレイができるようになったということですね。あとは、としみつのところも行こう。何？としみつは喜んでくれなかったな。では、技能指示だな。何もない。まあ、そりゃそうか。もう、光秀自体が圧倒的な能力持ってますからね。では、途上しまーす。茶席。さあ、こんなところで、じゃあ一度また、自宅に戻って、次の表情を待ち、岩村城の奪還戦を申し入れましょう。用心棒は自宅にいたんですかね、この間の。まずは岩村城の奪還をね、しっかり果たしましょう。松倉城が攻撃を受けていて、いや、松倉城は救えないよ。援軍に反対だ。援軍しても守りきれない。援軍取りやべ。ここまで散々力を貸してくれた姉小路家を見捨てるということだな。まあ、ここは岩村城を奪還する。早速出陣ですね。岩村城、まずはガチッと奪還して国力をつけましょう。あとはどれくらい敵援軍が来るかですね。北条が援軍か。数は姉小路が滅亡した中で、岩村城は絶対に取り返したいですよね。岩村城からの使者停戦、これはなしだろう。そりゃそうだ。このままいけば勝てる。ゴズメ決戦になるか。数が多いんだな。では北条軍を撃破していきます。北条軍は一応演出で出てきただけで、まともに合戦することなく引きましたね。これであれば岩村城は容易に奪還できる。では続いて松倉城のね、奪還もしましょう。結果、姉小路家、松倉城が敵方に落ちてますからね。さあ、では戻ります。で、表情まで待って松倉城の奪還戦。何？今川軍が岡崎城に攻め込んできた。いや、これちょっと苦しい戦いになるな。なんといってもね、北条、武田、そして今川と圧
倒的な力を持つこの3つの大大名たちを敵に回してますからね。岡崎城が落城した。であれば松倉城ではなくて先に岡崎城の奪還かな。今回合戦ばっかりずっとすることになりそうですね。さあでは岡崎城の奪還戦始めていきます。岡崎城の戦い敗戦になってます。いやー本当に厳しいな。このまま行くと斉藤家は滅亡の道を転がり落ちる、そういう流れになってるのでなんとか食い止めたいよね。まずは己の技能を磨き上げる。多分すぐにでも今川軍とその同盟者たちがこの稲葉山まで迫ってくるんじゃないかなと思うので、気が気じゃないですよね。もうすでに稲葉山まで一度攻め込まれているという事実もありますし、岡崎城の攻略できるのかな。再び岡崎城攻略戦ですね。だ軍資金はたんまり余ってる。岡崎城の攻略といってもなんかその前に誰かいたよね。これ誰なんだ。ああ、安藤盛綱の部隊も援軍でやってきてくれていたという話だな。まあ、これは大変だな。もう、せや、ぶっかんと。岡崎城の戦い2連敗ですね。さて帰ってきたもののこの後の動きどうするかだな。このままいると斉藤家滅亡の道をもうひたすら転がり落ちる感じになってきちゃったな。もう岡崎城がね
落城してるというのは、もう稲葉山城の目と鼻の先まで敵がやってきているというところですからね。再び合戦岡崎城、これはもう反対だ。とてもじゃないか勝ち目がない。調略を行う。何これは再び岡崎城の戦い。じゃあ岡崎城の戦いもう一度挑みますか。兵数も8000だからね、マックスで出陣できないという時点でちょっと危ないよな。マックス値のまあ3分の2ぐらいの戦力ですからね。さあ敵の援軍が来て合詰め決戦になります。今回は勝ち目があるかもしれない。兵数で勝ってる分、さてなんとかね野戦では勝利したんですけども、残っている兵力考えるとちょっとこれはもう岡崎城の攻略が難しいかなというところですね。この岡崎城が最前線になっているという状況です。では今回はねちょっといい時間になってきましたので、ここまでにさせていただいてですね、いやーやっぱり今川、武田、北条に喧嘩を打った代償は大きいですね。国の存亡の危機、なんとか乗り越えていきたいと思います、というわけで今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。